はい、えー、それでは大変長らくお待たせいたしました、えー、まず、えー、会見に先立ちまして広報、えー、の方から、えー、今回発表につきましてご説明をさせていただきます、えー、まずですね、えー、皆さんご周知の通り、えー、球団の選手の発表対談発表にオンラインでご参加の方ミュートでお願いします、はい <laughs> もう一回最初からやるやはい、えー、皆さん、大変お待たせいたしました。 まず、会見にに先立ちままままししててて候補のの方から今回の発表につききご説明をさせていただきます、ま、ず皆さんご周知のとおりプロ野球の選手の対談発表といいますのはレギュラーシーズン終了後からクライマックスシリーズ第1戦の前日までというのが通例規定となっておりますが今回の日程で言いますと10月の3日から7日の間に対談発表するというのが通例ですが。 ホークス球団としまして、松田宣浩選手、非常な球団への、チームへの最大功労者であるということを鑑み、かつ松田宣浩選手も、いち早くファンの皆様にホークスのユニフォームを脱ぐことを表明したいという意向がありまして、この度ですね、プロ野球選手会並びに NPB ・日本野球機構に、規定の公表時期より早く、 発表することを両団体に提案をいたしましてこの度前倒しでの発表が可能となりましたそれでは松田選手の方から皆様にご挨拶をさせていただきますはいお忙しい中お集まりいただきありがとうございますはい、福岡ソフトバンクホークスのユニフォームを着てプレーするのは今シーズン限りとなりました 現役続行を希望して、えー、対談することをここにご報告させていただきますホークスでは、えー、17年間という、えー、長い間でしたが、えー、たくさんの方にと出会い、えー、たくさんの方に支えられホークスでプレーすることができました、えー、本当に、えー、17年間、えー、感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございました はいえー、それでは、えー、以降、会見は代表質問の形で進めさせていただきますまず松田選手、今回、ホークス退団という結論に至った経緯からお聞かせください、はいは、えー、9月に、えー、一軍登録抹消、えー、の前日に、えー、球団の方から、えー、来季の、えー、構想外という話を、えー、聞きました。その中で、えー、自分としては まだまだ一軍の力になりたいという思いもありましたが自分の気持ちではやはりもやもやした気持ちであったりとか中途半端な気持ちで一軍で戦うというのはやっぱりチームメイトに対して迷惑かかるんじゃないかと思い報告を聞いた次の日に藤本監督とお話をする機会をいただき現役引退するか えー、対談して現役を続行するか、もうこの選択する2択しかありませんので、それをゆっくり考ええー、させていただく時間をいただきました、その中で、えー、約3週間ですが、えー、若い選手と、えー、暑い中、一生懸命野球して、えー、練習頑張ってきました。その中で気づいたことがやははり、えー、自分は 野球がまだまだ大好きということと、えー、まだまだ体が元気ということあとはやっぱり大好きな野球を自分から、えー、今回やめるという決断には、えー、至らなかったということがありまして、えー、11連戦の、えー、終了した次の日にです、ね、球団の方に、えー、現役続行を希望し、えー、ホークスを退団させていただきますと。 というえご報告、ご連絡をさせていただきましたこのホークス対談ということを決断された最終的な時期というのは、いつだったんでしょうかそうですね、聞いたのは先ほども言いましたけど、一軍登録をえ抹消になった前日で、そこからえ約2週間ほど、11連戦の 最終日に、えー、自分で決めて、決心して、えー、ご報告させていたただきましたその決心を最初に伝えられたのは、どなただったんでしょうかそうですね、やっぱり、えー、とチームも本当にあのペナントレースの終盤ということで、えー、なかなか誰にも言う機会もなかったんですけど、まずはやはりあの妻にですね、えー 現役引退と、えー、現役続行、この2択しかない選択肢の中で、もう自分は、えー、現役続行して、ホークスを対談するということを、えー、伝えましたその時奥様はどのような言葉で返されたんでしょうか。ま、はいえー、まだまだ、ねえー、野球が 好きなうちは、ね、とことん野球をしてくださいというね本当にあの温かい言葉をもらいましたんで、えー、本当に感謝していますし、えー、これからですね、えー、対談するんですが、えー、違ううちあのもしチャンスがあればですねそこでね野球を思いっきりしたいなという気持ちでいいっぱいになりました先ほど会見冒頭でも紹介がありましたが改めて松田選手の口からこのタイミングで発表し そして会見に臨まれた理由というのはどううういっったたことででしょうかそうですね本来あの、構想外だったり戦力外の、えー、通達というのは、えー、先ほど広報さんも言われましたが、えー、今年に関しては10月3日という期限がありますのでそれではやはりあの長年、ねえー、ファンの皆さんに、えー、自分のプレーを見ていただいたんですけど えー、最後の姿をです、ねえー、見せることなくホ、えー、ークスのユニフォームを脱いでしまう、えー、これだけはです、ねえー、やめたいなという思いがありまして今回あの、球団をはじめ NPB であったり選手会の皆さんの、えー、動いていただいてこのような形で、えー、ご報告させてもらうようになりました。 一緒に戦ってきたチームメイトやそれから首脳陣には報告されたんですかそうですね、抹、あ、消、のー、なる日時にですね、えー、何人かの選手には、えー、伝えて、とにかく、あのー、でもペナントレース真っ最中なので、えー、自分の抹消、ただそれだけでチームの雰囲気を悪く、えー、したくないという思いもありましたので。 ごくわずかな選手だけに伝えて帰りましたまあ先ほど、えー、ホークスで現役を終えるか、もしくは退団して他球団でプレーを続けるか、二択というお話ありましたけれども、やはりホークスで現役を全うするということに関しても、かなり思い悩まれた部分はあったんでしょうかそうですね、やはり、あのー、当然、あのー 17年,17年前にプロ入ってホークスで、えー、活躍して頑張って、えー、終わるっていうのが本当理想だったと思うんですが、あのー、筑後でって、あのー、練習をしていた中でやはり現在39歳なんですけどやはりあの40歳までプレーをしたいという気持ちが、えー、自分の気持ちの中で強くて、えー、それもあの若い時にですね え思い出したのが、えー、宮崎キャンプで当時のコーチからですねとにかく若い時期に 40, 40歳まで、えー、プレーをするために今とことん練習して、えー、技術を身につけようその時の練習が本当に今でも一番きつい思い出だったのでやっぱりあの守備練習した時にアジといえばやっぱり泥のアジだったのでやっぱり40歳までっていうとあと1 1>, 1年なので、そこも引っかかった今回の,あの原因になりますさあ今シーズン、ここまでの成績というのは、松田選手にとっても、まあ、本意ではない部分もあるかと思いますが、この成績、今シーズンの成績については、どのように受け止められていますか、はいえー、っとキャンプオープン戦と、自分でも、えー、今年にかける思いというのも、えー、強かったですし、 えー、過去2年間がです、ねえー、なかなか思うような成績を上げられなかったので今年はキャンプオープン戦から飛ばしてまずは開幕スタメンを勝ち取ってそこから頑張ろうという思いがあったんですけど、えー、開幕スタメンというのは、ね、勝ち取ることができたんですけどその後がなかなかこうコンスタントに成績を上げることができずにやはりあの自分でもです、ね、不甲斐ない、えー、結果にこの1年は終わったと思うんですが。 まだまだ、えー、先ほども言いましたけど、えー、大好きな野球をする気持ちっていうのは、えー、あ消えてませんので、えー、頑張っていけたらいいかなと思っていますまあ先日、ファームの試合で、今シーズンの公式戦としては初めてのホームランもありましたけれども、例えばあの1本なんかで、またた感じるものものあったんでしょうかそうですね。あのー 本来なら1軍の舞台で何本も打てないといけないと思ってましたが結局、今年1軍ではホームランゼロプロ入ってから初めての成績になりますしでもあの2軍で最後あえて1本打てたことがやっぱりホームランの感触であったりとかダイヤモンド一周する感触であったりとか えー、圧をする、えー、喜びであったりっていうのが、えー、感じることができましたので、なんとかですね、えー、来シーズン以降も、えー、そういうチャンスがあれば、ですね打っていきたいなという、えー、今は強い思い思があります2二軍の試合では後日、松田選手を送り出す機会も設けられるというふうに聞いていますけれども、そのことについてはどのように思われますか。 はいえー、と10月1日の、えー、土曜日をホ、えー、ークスでの最後の,あの試合という形で、えー、球団の方に用意していただきましたのでまずは、えー、10月1日の土曜日の、ねえー、試合に向けてしっかり練習してあいいところをです、ね、見せれるように、えー、準備していけたらいいかなと思います。 さあ先ほど入団当初の思い出なんかもお話しいただきましたけどもえアジア大学から入団して17年まあ強いてホークスの思い出といいますか心に残る場面挙げるとするとどんなことが一番に思い浮かかびますすそうですねあの17年本当にプロ1年目入った時の感想を思うとすごいレベルの高いところに入ってもうえこのままでは通用しないと。 通用しないなという思いで、えー、スタートした1年目から本当にあの練習をたくさんしてここまで17年来たのでまず本当17年間ホークスのユニウムを来てプレーできたことが、えー、一番大きいことじゃないかなと思っていますここまで積み重ねられてきた記録の中で例えば2000本安打に向けては169本1000打点に向けては残り9と。 というところになっていますけれどもそういった節目の記録への思いというのもありますかはい、えっと、ホークスで、えー、数多く、ねえー、試合に出させてもらって、えー、節目の記録まであとわずかというところまで来たんですけど2000、えー、本安打に関してはですね、えー、特に意識はなくて、えー、とにかく野球がしたい思いが、えー、強いということと、えー、打点に関してはですね本当にあと9打点だったので 今シーズン中にできればまた、えー、違う、えー、感覚で、えー、感じるものがあったんじゃないかなと思ってますのでなんとか、ねえー、チャンスをいただいて一戦打点できたら幸せかなと思います。まあ今後のことについてもお伺いしていきたいんですが今後、他球団のオファーを待つことになるかと思いますけれども、どのようなプレー機会を求められていくんでしょうか。 そうですねあのまだ何も、えー、ない状態で、えー、本当に今日こうやって対談会見をさせていただいて、本当に今日からのスタートだと思いますので、まずはですね、えー、チャンスを、えー、くださる、与えてくださる、えー、球団があれば、そこでやっぱり先ほども言いましたけど、大好きな野球をですねとことん、えー、やる、ただそれだけです。 対談して卓球団に移籍する手順としてはいろいろあると思うんですけれども、例えばジュニ団合同トライアウトに参加するということも視野に入ってるんですか？いや今それはですね考えてなくて、まずは本当にあの二、ー、軍に落ちてから、えー、しっかり練習もできましたし、えー、試合にも出ましたし、えー、体も痛いところもないし元気な姿っていうのを見せれましたんでとにかくあのー、しっかり、えー 待ととうかなと思っています、まあ、新たなプレーをする場所といいますと、えー、NPB の12球団、それから今、まあ、えーまあ、NPB 以外の選択肢もあると思いますけれども、例えばその独立リーグなんかで現役を続行するというような選択肢もあるんですかいや、それも、えー、今回に関しては、ですねもう NPB、えー、のみということで、えー、待ってます。 10月1日あの、ファームの試合で、えー、その場で、まあ、あのファンに向けての、えー、最後の場となると思うんですけれども、えー、それ以降、ですね、えー、練習への参加ですとかどういった形になってくるんでしょうかまだ、えー、今日こうやって対談会見したので、えー、10月1日以降の話っていうのは。えー 正直な話、えー、まだしてませんが、自分の中ではやっぱり自分で、えー、場所や時間を見つけて、しっかり準備して、えー、備えたいいなと思いますさあ現在、一軍はパ・リーグの優勝争いで、あの非常に激しい争いの中にありますけれども、そういったチームへの思いというのは、いかがですか。はい、えー、本当にあのー 残り、えー、数試合となって、本当にあの優勝も、えー、間近となってきました、えー、とにかくですね一日も早く、えー、ソフトバンクホークスがですね、えー、リーグ優勝する、それをね、えー、しっかり見届けたいなと思います担当直入にお伺いして、ホークスって、松田選手にとってはどんな存在ですか。 どんな存在やっぱりあのプロ野球17年も、えー、このユニホームで、えー、プレーさせていただいたので、うん、プラス福岡の街でずっと野球してきましたので、えー、もう人生そのものだと思ってます。はい、代表質問最後になりますが えまあ今後、またあの2軍の試合でファンに向けて言葉を発せられるような機会もあるかと思うんですけれども、この場も一つの区切りということで、ホークスファンへのメッセージをお願いいたしますはいえ今回はですねえこのような形でえ現役を続行しを希望し、退団という形になりましたが、やはりあの17年というえ長い間、 ファンの方には、えー、いい時も悪い時も、えー、応援していただきましたしやはり、あのー、成長したのもファンの皆さんがあったからこそだと思っていますのでホークスのユニオームを着るのもです、ね、あと何日かしかないですが本当に、あのー、これまでやってきたことをです、ね、しっかり、あのー、振り返って、えー、10月1日いいものを出していきたいなと思います。 ありがとうございます代表質問は以上ですはいでは引き続き、個別質問に移らせていただきます他球団に行ってホームランを打ったら、ははするんでしょうか、はいやはりあの考えますけど、ホームランを打ったら、えー、自然と、この前の2軍の試合でもそうだったんですけど、やはり自分、 としては気持ちが前面に出てしまうので球団が変わるかもしれませんが本当にあの2015年から厚男という言葉をえ使わせていただき本当に成長したと思いますのでもしチャンスがあるんだったら違うユニフォームでもできたらえいいんじゃないかなと思っています、うん。その日を楽ししみににてまますもう一つ、はい、私たたちファンはまた松田選手に 福岡に戻ってきてほしい僕はそう思います松田選手はそんな気持ちは少しありますかはいえー、っと実家がですねもうえ滋賀県なんですけど中学校までっていうことは15年しか住んでなくて、うん、プロに入って福岡でもう17年っていうことは一番長く、えー、住んでるのがもうここ福岡なので、うん、やっぱりあのすごい好きな街なのでそういう気持ちは いつまでも持っていけたらいいかなと思っています楽しみに待ってますはいありがとうございますありがとうございます17年間福岡でプレーする中で一番大事にしてきたことそれからその17年間の間でホークスであり福岡に何か松田選手として残せたものがあるとしたらどんなものだったのか教えてください たくさんボールを遠くに飛ばすであったりとか速、えー、く走るであったりとか、えー、守備がうまいとかそういうのはなくてやはり大好きな野球を元気いっぱいするということをもう若い時からやってましたので。 今でもその、あの、元気を出して、やるっていうことは、若い選手にも負けてないと思いますので。そういうことをずっとやってました。はい。その上で、何か残せたものがあったとしたら、どんなものが残せましたか。そうですね。福岡の街、まあ、十七年間で、やはり、あの。今でも、街を歩くと。松田信弘っていう、名前を。呼ばれるよりも。厚生さんですねとか。 厚生の人ですよねっていうことを、ね、街中で言われますんで本当にそれが、えー、自分の中ではプロ野球選手になってよかったなとか、えー、福岡で、えー、厚つというスローガンをですね自分のものにできたっていうのも良かった、一番良かった点じゃないかなと思ってますんで、えー、今回、こういう決断に至りましたが本当にあつおという言葉は僕の中では、えー、一番大事な言葉かなと思っていますありがとうございます。 あのホークスでも数々の実績を積み上げてきたわけですけれどもあの大好きな野球を続けたいという意味でいくと、まあ、ある意味、就職活動が必要なわけですが現時点でこういうプレーであれば、えー、プロの世界で、えー、一軍で貢献できるあるいはこういうプレーをまだ見せられるというのは現時点ご自身ではどういうふうに考えてますか。そそううでですすねやはりり来シーズン、えー、40歳にももなりますしそういった意味 レギュラーを狙いに行くかというそういう立ち位置でもないんですけどやっぱりあのこれまで17年間で経験したことっていうのは、えー、本当にあの他のプロ野球選手よりもたくさんいいことも悪いことも経験させ,た経験させていただいたと思ってますのでそういうのをやっぱりあの還元できたらいいなというかそういうあのベテランが、えー、重要だなという、えー、ベテランなのに えー、普段と変わらず元気を出して野球をやる、そういうことをあの必要としてくださるところがあれば、本当に、えー、頑張って、そこに行きたいなと思っていますあの今年藤本監督があの精神的支柱という言葉を何度も使われましたが、そういう存在になれたというのも一つ、まだできるという根拠にもなっているでしょうかそうですね、やはりあの野球界の中では、本当に年齢も上の方になってきますし、 えー、精神的支柱っていうのは、えー、自分ではあまり意識しないんですがやっぱり無意識にそういう形になっていくっていうのもユニオーム来たらスイッチが入りますし、えー、そういうところは自分の持ち味というか武器なのでそういうところを今後見ていただけたらありがたいかなと思っています。ありがとうございました 松田さんちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、先ほどもまあ対談、することをご家族に伝えたときのことを振り返っていただきました、あ息子さんもホークスジュニアでこれから活躍というところもあると思うんですけれども、ご家族の息子さんには何か伝えられた,伝えられたんでしょうかそうですね、あのー、息子もですね小学校6年生になり、えー、先月、本当に一生懸命ね、自分の力で頑張って、あのー、ホークスジュニアの、えー、選考会を受かって、 で今ほんの必死に、えー、練習しているのでやっぱりそういう意味では引退と退団、えー、して現役続行という択の中ではやはりまだまだ父親として、えー、野球している姿プロ野球選手という姿を見せてあげたいなというのも、えー、今回の決断の、えー、一つでもあるので。 でもあとはやっぱり息子にですね、えー、本当にホークスジュニア、えー、選ばれてから野球への対する、えー、情熱っていうのがすご,、あのー、すごいというか、えー、上がってまして家でも、あのー、バットを振ったりとか体を鍛えたりとかこれまで、えー、ホークスジュニア選ばれてなかった時はやらなかったことをですね えやってるんで、そういった意味ではしっかりあの父親としてもですね、えー、サポートしてあげたいと思うし、先ほども言いましたけど、父親としてまだまだプレー球選手というユニオンも来てる姿を見せてあげたいなと思います。ありがとうございます。はい、えー、それでは以上もしまして、会見を終了させていただきます。ありがとうございました。